Monsieur! Oh! Oh, Mario か。ごほ、ごほ。どうやら奴らからのダメージが大きかったようだ。マリオよ、最後に一つだけ言わせてくれ。再びわしを海に連れ出してくれてありがとう。心残りはあの、船に置いてきたあのボトル、ヴィンテージレッド。この島にたどり着くことができたら飲もうと決めていた、スカーレットとの思い出の一本なのだ。わしらと一緒に流されてくるのを見たから、どこかにあるはずなんだ。あの世に行く前にも、一口だけ飲みたが、ごわごわ、ヴィンテージレッド。ちょっと待って、回復あるんだけど、なんだこれ。お、なんかある。仕返しの粉。あー、なるほどね。正直言って、っていうかさ、ごめん、アイテムの説明がおかしかった。何？うまいもんじゃないよ。FP も HP も回復しないよ。どういうことですかね。嘘でしょ。それはね、なんか微妙なんだけど。何？どういうこと？料理したら美味しくなるのかな。ヤシも復活してんじゃん。多分そういうことだろう。おい、なんか料理したらヤシの実ジュースになって FP、HP めっちゃ回復するとか言わねえかな。とりあえず経験値欲しいからお前ら戦っとこう。ふう、とりあえずこれで9は確定できるな。えって よし、とりあえずピンチ。あいてよいしょ。会いたい。ピンチ。いや、危険。回復したい。あぶねえ。死ぬ。ナイス。ちょっとでも回復しとこう。やべ、上から来る、上から来るぞ、気をつけろ。うわー、もう勘弁してくれ。これなんだろう、スターを落とすの。どういうこと、こういうこと。すげえダメージ、ダメージでかっ。すげえ、エクセレント、強っ。マジで新しい必殺技強すぎじゃねえこれ。12ぐらい与えたぞ。危なっ。ふう、シュッビビー。お、ハンマー。アクションフォアでミスったわ。まあいいや。叩けねえ。くそ、グリーンチョロボンがよ。まっついのがいる。
やばいなこれ。使うよ、俺死んじゃくねえもん。キュースターポイント美味しいな。で、来いよ。ふう、遠距離攻撃。どこだ、どれだ。危ない、空き缶だった。はあ、で、回ハンマーガツン、回転じゃねえ、経験値が美味しい。そっちじゃなかった。回転ハンマー、よし、分身はいいよ。痛い。ファイヤーフラワーで2匹倒して、ハンマー、ふう、12経験値、美味しいです。もうレベルアップしそう。もう一匹いねえかな。いないな。アイテムも何？ミニミニくん売っちゃっていいかな。じゃあバレルさんどうなっちゃったんでしょうね。バレルさん、バレルさんのやばそうだな。無事だといいんですがね。君たち生きていたのか、よかったよ。これ会えないかと思っていたよ。これでみんなが揃った。一人足んねえな。そうなんです、バレルさんが僕たちを助けるためにお化けに捕まってんです。助けてください。バレル君も生きてるのか。彼がいれば心強い。マリオ君、バレル君のことならまたまた君に任せたぞ。え、ヴィンテージレッド、そんなものあるわけないでしょう。なんでそんなものがいるの。死にそうになってるバレル君が飲みたがっている。死ぬそうになってる者との頼みと聞いたか。拾ったボトルだがバレル君にあげるとしよう。よし、このヴィンテージレッドも我々の大事な測量なのだ。お前は私っつってんじゃねえか。人のものをさ、俺のものじゃねえんだよ。ジャイアンか。あれ、食べ物見つけるんだよ。この島ならではのもの。トロピコマンゴー？でもさ、これだよな。マンゴーはでもあげてみっか。いまいちだな。うそ、いまいちだなじゃねえんだてめえ。こら、私の理想で遠いが、とっておくの一本あげるとしよう。やったじゃねえんだよ。大事なものだな多分これね。道中で死にそうになるな。ちょっとまずいな。しょうがない、コブロンに痛い目見てもらおう。ごめんねコブロン、痛いよ。この島コブロン全部戦おうじゃねえや。コブ全部もらおう。ちょっと集めまくろう。
アイテム2つ3つ減らされたの。なんでさ、いまいちだなって言ってるものも回収してくんだ、あいつ。叩かないでよ。ジャンプやったら踏まないでよってなるのかな。そこは分からんねえな。あと1個ぐらい持てる。あと2つだな。2つ、とりあえず2つ持って預けて、もう一回叩こう。コブロン別にいても意味ねえからな。イベント起こるわけでもないし、さあ、アイテムくれるだけだから。叩かないでよ。叩く方法、2つしかないからな。ここでスピンダッシュがあればさ、早く移動できるのにさ、ただの普通の走りだもんな。使えなすぎるんだけど。ほんと、マジ勘弁してほしいな。僕、コブロン。痛いよ。ふぅ、とりあえず。FP がね、20しかないから、あんま使わない。今のところ使わねえんだけど。まあ、ラスボス戦で使うか。とりあえず預けよう。タンコブ、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 ヤシの実。でとりあえず10コインまでは使えるはずだから、3個目やっぱ1個持っとく。ちょっと持っとこうか。緊急事態発生した時に使えるからな。まあ、それだけちょっと取っとこうかな。痛いよ。まあもう相手持てねえんだけど、ヤシの実な、なんか料理できると思うんだよな。でとりあえず寝よう。いやよ、お前なんで宿屋経営してんねん。しかもや、ここ無人島なのにな。ふう、ちょっと待って、これさ、てかパックン相手はちょっとクリスに使えない、言っちゃ悪いけど使えないだろ。ビビアンはまあ使えるか。ただビビアン1体しかいないから、パックン2匹の時は2匹以上はきついんだよ。でノコ太郎体力低いんだよな。なんとかならねえかな。いいだろ。それでは今回はここで終わりたいと思います。ここまで見てくれた方ありがとうございました。 Twitter のフォロー、チャンネル登録いかがでしょうか。次回もよろしくお願いします。